やわな晩ご飯は和田さんにです。はい、何これ、はい、和田さんに、これ、え、それ大根おろし、大根おろし、あママめっちゃ頑張って作ったらしいで。これは何、え、それは何やったっけ。舞茸、舞茸よく知ってるね。舞茸って、いただきます。料理研究家さんの何かしららしいで。テレビでやってて美味しそうやったから、こう大根おろしがいっぱいっていうのに。どうなん、大根おろし食べれる？うん、そうそう、大根おろしさ、このな、下のタレみたいのがちょっと辛めやねんやん、多分。だから多分これに浸して食べたらちょうどよくなるんじゃないか。すぐ太一どんぶりにするやん。和田さんにどんぶりになって。これ何？なすび。食べれそう。一口食べてみて。急に絶望感じてる。おはると一緒。なすび。和田さん言った。どう？大根おろし。美味しい？うん。和田さん落ち着いて。どう？スプーン持ってきて。え？スプーン？和田さん持ってた。大地が調子乗ってその箸って言ったんや。スプーンも欲しい。もうべちゃべちゃやで。どんどん箸にといて。頑張れ。お箸頑張れ。自分で言うて。お箸とスプーンも欲しいんかったね。頑張れ、仕切り直しや。スプーンで和田さん叩かんとって。どうしたん、お箸が叩かないね。だってもうめっちゃこぼれてる。なんてめっちゃこぼれてる。もういつものこと。いつものこと。見てあげようか。このお皿ちっちゃい。まだこっちに入れたらいいやん。やだ、もう大地もなすびとかもう、じゃあだから文句言わないで、そんなんで、どんどんもしないで。大地っていつもこぼしてないと思ってた。ほらめっちゃこぼしてる。いつものことやで。これな、お肉をな一個ずつ入れたいね。全部一気に入れる。やだ、ほら。お箸もスプーンも関係ないやん。うん、こんな大きいの。でどうなん、和田さんの味はどうなん。それどこじゃないらしい。はいはい、え、ご飯茶碗が悪いんやろ。どうぞ、それやったらこぼさないんでしょ。うん、めっちゃくちゃ辛い。めちゃくちゃ文句言ってたやん。で、足どんどんすんの嫌なの。大根おろしない？あ、大根おろしがめっちゃうまかったな。うん、これちょっと取ったら、これ、うん、ありがとう。はい、まあ、なくなったらまだいっぱいあるよ。大地は食べれてる？大根おろし、うん、え、どこにあるか若くなった。ここにないしさ、シェルご飯とまだって分からん。あ、そうなん。じゃあ食べれてるんだよ。ほら見て、どこにあんの。知らんって。だからこの和田さんって何に行くの。鶏肉やで。鶏いいやん、そう、鶏好きよ。そう、本家は知らんねんけどな。うん、こうまい。それで待って、たいっぱいなんちゃん、こっちやろうか。米、うん、じゃあ戻して。そう、このタレみたいなの美味しいやろ。チキンカツ煮込んでんねん。チキンカツじゃない、チキンのな、お肉をな、このタレみたいなのつけて煮込んでんねん。じゃあそう、お味は美味しいん。タイプ文句めっちゃ言うけど、
何まだ文句言う、暑いんやろ白ご飯が暑すぎんやろ今度ほらもうめんどくせー